現在48人目です。はい、怖いですね。雰囲気どうですか？いやすごいこう白熱した感じで、もうあの48人目でだいぶ力も出てるんじゃないかなって、限界はどうなんですかね。もうね、限界は超えてますよ。先ほどちょっと聞いた話によると、ほとんどもう握力がなくなってきてると。あともう一つちょっと左足の方がですね、ちょっと痛め始めてて、ちょっとね、あの休憩の時に足を引きずるところが多々見られるというところですね。そのあたりこれまでのハイライトをご覧いただこうと思いますが、現在48人目、45人に一本勝ち、3人には優勢勝ちということです。さあ、さて。この後対戦する芸能人の方々もこちらにいらっしゃいますが、原口さん、どうですか、大丈夫ですか、この後。いやー、もう、全然口を開いてないのでですね、何をしゃべっていいか全く分からないじーっと見入っているという、緊張感はすごいですね。原口さんはでも、かなり柔道経験があると聞きましたが、僕はずっと剣道やってました。剣道剣道さん、どうでしょう、はい、原さんはどうですか。まずタスキを本気でやりたいと思います。なるほどね。山口さん、はい、随分古賀選手も危ない場面も何回もあったんですが、よくここまで全勝できてますね。そうですね、もう今はもう気持ちで頑張ってるっていう感じだと思いますよね、はい、ただやっぱりあの現役時代のその経験というか、その今気持ちに、ね、なってると思いますよ、はい、やっぱり限界まで追い込むってことを現役終わってからなかったんですよね。だから原口さん、はい、いやまあ48人まだ半分まで来てないんですね、はい、でも始まる前に本人が言っていたんで、100人を信じたいと思います。なるほど。さあ柔道会場はまだまだ古賀さんの挑戦が続きます。いやー、Toshihikoさんの100人真剣勝負、これまでのハイライトをご覧いただきましょう。55人と対戦して48人に一本勝ち、6人に優勢勝ち、そして1人に旗判定勝ちということになっています。山口さん、はい、相当今厳しいところですね。そうですね、ただあのきつくていっぱいいっぱいと言いながらも、はい、その、一本勝ちの多さ、やっぱり驚異的ですよね。さあ56人目、ご覧のように原口あきまさが畳に立っています。ここは、まあ、言っては失礼ですが、古賀としては早く一本勝ちたいところですね。そうですね、原口は芸人魂を見せると話しています。さっき背負い投げの練習をしてましたからね。さあ56人目、組手争い、剣道の経験があるが柔道の経験はあまりないと話していました原口。得意の一本背負い出るか、おっと足を出してきた、これは一本、あっという間に試合が終わりました。いやー芸人魂を見せると話していましたが、今山口さん、はい、原口がまず技をかけてきたところを、はい、手だけで投げられたって感じですね。手だけで、足は今立ってませんね、はいはい、空気投げるようになっています、はい、でもあの怪我をしなくて何よりでございました、はいはい、いや今香取さん、はい、あの世界記録挑戦からこちらの会場に移ってくる間にあっという間に試合が終わりまして、そうですね、急いできたんですけど、はい、あっという間でした。間に合いましたか、ご覧になりましたか。一応座った瞬間にあれどうしたんだろう。平子さん、はい、あの原口さんに本人の言葉によると、沖縄の野生児とオリンピック金メダリストの対決だと話していました。お願いします。礼に始まり礼に終わる、礼は負けていません。さあ51人目、試合が始まりました。ふうふうと二度三度息を吐いています。まずは組手争い、襟を持った、おっと離された、激しい差し出争いになりました。なかなか力ありそうですよね、はい、173センチ73キロというのがプロフィールです。ゴリさあ一本背負いに行く、しのぎましたよ、耐えた、一本背負いに耐えました。沖縄県民を代表して負けるわけにはいかない、そう話していましたゴリ、はい、狙いはね一本背負いだそうですよ。狙いは一本背負い、それは古賀ではなくてゴリですね。はい、そうです。なるほど、よーその一本背負いに入ろうとしている。山口さん、肩はどうですか、なかなかいい先生に教わりましたね。あ、そうですか、はい、さあ体を沈めて体を預ける、おっと、お内股に行った、投げた、一本、57人目
ドに敗れました。ちょっとでも古賀君も今一瞬ヒヤッとしましたよ、はい、香取さんいかがでした。いやここまで踏ん張ってくれるとは思いませんでした、一瞬ヒヤッとした場面がありましたか、はい、ちょっと古賀の方も足を引きずっています。ここは投げ打ち合いだったんですが、やはりさすがに一律の長が古賀にありました。57人抜きということになりました。ただしかし本当にあの無謀とも言える作戦でしたけれども、体を預けて攻めには行きましたね。あもう、はい、であの疲れてる時足に来てますから、ああいう攻撃がね効くんですよ、はい、ですからまあ本来ですとこの芸能人の方と戦う時には少し休みたかった古賀ですけれども、あまり休めませんでしたね、今はね、で思った以上に戦ってしまったという感じですね、はい、船越さん、はい、ゴリさんに来てもらって、体からなんかオーラみたいなものが出るわけですよ、はい、なんか熊と対面したみたいな感じで、あやっぱちょっとブルッときちゃいましたね。そういうところですかね、対戦した人はみんなその感覚を味わってると思いますよ。あもうだから技をかけたいんだけれどもかからないという、そういう状況なんですかね、ちょっと気持ちがやっぱり逃げ腰になっちゃうんでしょうね。あ、まあ、ここまでの山口さん本当にいろんな技がね多彩に出てましたよね、はい、そうですね、もう足技あり、継ぎ技あり、捨て身技ありとですね、はい、本当にあのいろいろ見せてくれましたね。うん、まあ、花輪さんまだ対戦してないわけですけれどもどうですか。いや俺やっちゃいますね。おやっちゃいますか。やっちゃうんだ。だいぶ疲れも相手に出てきてますからね、ちょっと俺やります。お大丈夫かな。気合入ってるじゃない、はい、これね1本負けると楽になると思うんですよ、はい、楽にしてあげてください。古賀選手が楽になる、はい、全勝というプレッシャーもあるわけですからね、はい、そのきっかけが花輪かもしれないと思います。それはちょっと彼のプライドが許すかどうかっていうところだと思うんですけどね。柔道の経験は、柔道の経験は中学校の時にありました。ちゃんとやってました。そうですか、はい、本当そうですね。僕はじゃあそれは地元の方で、はい、佐賀で、はい、同郷ですか。あ同郷ですね、ですもんね。そうですね、もう目がすごい気合入ってますから、これもしかしたらもしかするかもしれないですよ、はい、そういうことですよね、何があるのかわからないわけですから。そうですよ、はい、花は目は気合入ってるけど服装がね女子柔道みたいにね中から T シャツ着てんのよ。別に胸見られてもいいでしょあなた。いらないでしょ T シャツ置いてあったんで。何ですか、なんで胸を意識してるの。ジャイさん、はい、ジャイさんちょっと目が自信投げにも見えるんですですけども、柔道の経験はどうですか。ないですね、ほぼほぼない、はい、2位で戦っているということですけれども、再開後の戦いをどうご覧になりましたか。そうですね、最初握った時は力が入るような感覚があると思うんですけど、はい、すぐこう、痺れてくるような、なんかそんな風に見えますね、はい、ただこれから62人目との対戦ということになりますが、これを超えて70人を超えると今度はゴールが見えてくるということがありますね。さあ62人目の対戦相手は花輪さんです。中学時代には柔道部に所属していました。なんといっても古賀稔彦は同じ佐賀の同郷人、オリンピックで金メダルを取った時には佐賀の人があそこまで頑張っているのを見て泣けたと話しています。かなり力の入った練習をしてましたからね。ああそうですか、はい。なんといっても花輪さんの売りは左右ともに視力は 2.0 ということです。おーっと足を取りに行った、もろ手刈り後ろに回ります。寝技に行こうというか締め技ですね。締め技に行きますか。おーっと締めに入った、締めに入った、かなり苦しそうだ、かなり苦しそうだ。おーっと参った、参った、参ったが出ました。おーっとここで息を戻します。大丈夫でしょうか。落ちたの。おっとまだ意識は戻っていないんでしょうか。おっと意識戻りました。パーセット。これ本当にこういう状態になるんですか。そうですね。あいつ落ちたんだ。いやもう終わっています、もう終わっています。落ちたんですね完全に。62人目の挑戦が終わりました。62連勝ということになりました。いやーすごい状態でした。さあ花輪さん大丈夫でしょうか。いや今階段ここないんですけども、あの今の感覚ってどんな感覚ですか。あなんかすごく気持ちがいいですね。気持ちがいい、はいはい、全然今試合したんですか。今してました。で、あの締め技で完全に落とされたんですけどもその記憶は。あこれマジで落ちました。あのすごく気持ちが良かったです。
動きませんでした。しかもあっという間でしたよ、詰められたの。本当ですか。全然覚えてないですね。うわ、くそ、惜しかった。これ貴重だよ。一言。そうですね、ちょっともうちょっとこれでも柔道人生悔いないんで。そんなに柔道やってないだろう。もうちょっと今日、はい、引退宣言ですか。そうですね、ちょっと今日で柔道は引退します。はい、これ以上の話は出てこないと思いますんで。限界ですね。カトリさん、どうでした今のシーンは。いや、びっくりしました。僕ああいうところあんまり見たことなかったんで。はい、さ、この入り方は独特ですね。彼は何しに来たんでしょうか。昔はいじめっ子だったということですが、その片鱗は今伺えません。柔道の経験はほとんどないそうです。待て。おっと、いきなり待てです。おっと、肩に対して指導が入りました。これは珍しいですね。組む気がないというふうに見なされたんですね。まず組みなさいということです、はい、さあ、組んだ。あ、でも素直ですね、言われて組んだ。落とした。体を預けました。そのまま体を預けました。押し倒しみたいな感じですかね、はい、何もできずに畳を去ります。一本勝ち。さあ、63人できました。この2人の対戦で山口さん、息を少し抜いた感じがありましたから、ここからまたエンジンをかけ直したいですね。そうですね、はい、気持ち的にはそうなんですけど、はい、まあ、依然苦しい状態が多分続いていると思いますけどね。船越さん、はい、ジャイさんに来てもらいました、はい、戦ってみていかがでした。見切った。見切った。見切った。何をですか。あのね、弱点があります。おっとー、おー、サロだ。負けましたけど、その分ここは負けです。負けです。おー、おー、強い、強いです。あのね、組ましてくれない。うわー、ちょっとね、うわー、結構、あのね、柔道やのが20年ぶりなんで、すごい勢いありますね。いや、でも、熊沢さん、100人目指して頑張ってほしいです。ゆうぞうさんから一言。僕さん、たまえにかかりちゃん。で、さあ、大変な相手が出てきました、熊沢秀樹。得意技は大外刈り、大美林大学、二段の持ち主。お父さんも弟も有段者だそうです。はい、初めて今ヒヤッとしましたね、これはちょっとね、古賀選手も本当に体力的で限界来てますからね。ここまで63連勝、64人目に大変な相手です。香取さん、これは大変なことになってきましたね。はい、先ほどのジャイさんのコメントを一切聞いていませんでした。そうですね。さあ、押して、さあ、これはどうか。腕を取りに行きましたね、今。押さえましたね。押さえ込んだ、押さえ込んだ、時計が動く。横四方です。あーっと、どうだ、駒沢も逃れるか。逃れようとしているが、抑え込んでいる。時計は10秒。さあ、動くのは止まった。抑え込んだ。抑え込むのもずっと体力使いますからね。古賀俊彦、今回最大のピンチでした。抑え込んだ。さあ、ここで抑え込み一本。見事に64人目、最大のピンチをしのぎました。二度と味わいたくない。